ポーツセンター、例によって不気味な音楽が流れております。これより極悪同盟がまかり通ります。さあ、早くもその極悪同盟ドン・ダンプ松本の姿が花道に見えました。場内騒然としております。ダンプのご入場であります。今日のダンプ松本、何かちょっとご挨拶があるかもわかりません。じっと放送席を見ております。あ、おっと、松が上がってくれればよかったのに。あーっと、三浦、あー、三宅正原アナウンサーがやられました。そしてどうすか、おっと、ダンプ松本しないよ、待って、あーっと、危ない、一夜行く、よし、おっと、吉村君が逃れました。私の放送席に来ました。さあ、ねえ、将来騒然としております。吉村君も興奮しております。放送席、そして阿部レフリーもこのダンプ松本の後ろについております。三宅君がやられました。三宅君大丈夫かな、久しぶり、大丈夫かな、久しぶりに来ましたね。え、久しぶりに来ましたよ。今ね、ダンプ松本がじっと放送席見たんでこちらかなと思ったんですが、その前に本部席の三宅君がやられました。今日のダンプは何か一暴れ二暴れしそうな雰囲気であります。音楽が変わっております。赤コーナーから登場は大森ゆかり、小倉由美、そして長尾和也であります。軽快な赤身音楽に乗って今赤コーナー選手の入場でありますが、リングへの階段が発されております。今若い選手が来まして、その赤コーナーへの階段をセットしております。小倉由美上がりました、長堀上がりました、そして最後に大森ゆかり選手上がりました。団結力と軍隊組み立て3分一本勝負を行います。赤コーナー115番の長堀和也、熱く蹴る40パンド小倉ケミ、熱く蹴る特有パンド大森ゆかり、アコナイ全日本タッグチャンピオン蹴る70パンド岩本久美子、熱く世界タイトルチャンピオン140パンドコンドル斉藤、熱く210パンドダンプ松本、ダンプ松本吉村君、はい、ちょっと吉村君を狙って市内を送りましたが、そうですね、さっとかわしてね、塩野さん、うん、以前ですね、はい、ダンプ松本にね、市内で殴られまして、はい、右手のここにですね傷を負ってまだ治ってないんです僕、まだまだ、ほう、じゃあ恨みがあるわけだ、ですからこっち来たらですね、蹴り入れてあげますからね、いやいやいや、また調子のいいこと秋代ちゃん、はい、本当かね、そう言いながら何か顔は引きずってるけど、なんか私の後ろにすぐ隠れそうですよ、試合が始まると気をつけた方がいいよ。いやでも秋代ちゃん大きいから、放送席でね調子のいいこと言う人に限ってね、大体ね一番に逃げちゃうんだ、そう、うん、頼りにできない、はい、あんまり頼りにしちゃダメよ、裏切られますよさあ極悪同盟登場してまいりまして、騒然としている場内、そしてレフリーが阿部志郎であります。どんどん試合が始まりました。30分日本勝負作戦であります。あーっと、いきなりの場内だ、また放送席にやってまいりました、岩本が来た、結果で放送席、さあ放送席でやります。今コンドル斉藤と長森がリング内に上がりました。そしてどうか、あーっと回し蹴り一戦、カウンターになった炸裂しております。長堀もう一回そばっといくか、リング上では今長堀が対戦して、今度の斉藤の対戦であります。場外でもまだあの一組ぐらい残ってるかな、いや、あ、長堀が残ってますか、小倉ですか、ね、小倉が残ってますね、はい、リング上は長堀和也と、そして今度の斉藤であります。小倉が今何かあの鉄柵に焚き付けられました。塩野さん、はい、小倉がね、あのちょうどね角のところにね、はい、で正面から受け身も取れずにぶつかっていきましたので、そうですか、これがかなり効いたみたいです、ね、なるほどね、はい、さあこっちかな、さあ、まああの
ちゃんとした試合は今日はちょっと期待できないような感じ。ダンプ松本がですね、早くもあの右手に鎖を持ってましてね、そうですね、最近のダンプっていうのはあのはっきりしてね、全く反則攻撃強攻撃をやらない時と思い切ってやってやるわけです。そうですね、あの交代者ですからね、ありますからね、今日は吉村君が来てるからね、後の方やってやってやりまくる方、今日はもうやる気満々のようですね、はい、やる気満々、やってやろうじゃねえかな。いやいや任せますもう あまりね、本当にあの威勢のいいこと言わないことですよ、危なくなりますよ。やっとなんかほっと試合が始まったって感じですね。そうなんですよ。あーっとこれです、これです。今日は安倍志郎までどうやら極悪同盟の方についてやりあります。そしてダンプが出てくるか。さあ山本久美子が、あーっとダンプカウンターでやります。無軌道という感じ、カウンターになって綺麗にボディに炸裂いたしました。いやーこれはひどいですね。市内を持ちまして久々ダンプ市内攻撃であります。市内攻撃を敢行しております。そして安倍志郎がこれまた久々なんですけども完全に極悪同盟側についております。安倍志郎も最近ちょっと投げを潜めてたんですけどね、そうですね、はい、またあの本性を向き出したりしますか ね、はい、ちょっとあのレフリング問題ありますね。これはねえ、ダンプに脅かされたのかも分かりません。今日はもう完全にね、今そのダンプの市内がですね、思わぬところで安倍志郎のお腹に入りまして安倍志郎怒っております。さあ市内をもって今日は徹底反則、そして強行攻撃でいこうという極悪同盟であります。30分1本勝負、早いんじゃないかなんていうまでありませんよ、もう完全に早いですよ。許せないあのレベル、はい、ちょっと入ってるところじゃない、ちょっと早いところじゃない、もう完全に早いですからね。しかし明代ちゃんもね、はい、あの今年、年始めに1回ね、はい、放送席に座ってきて、久々に見るダンプ松本でしょ。なんかダンプ松本はでもなんとなくもう閉まったような感じがするんですよ。閉まったような、はい、他の選手本当にあの今頑張ってる小栗、はい、ちゃんもみんななんかどっしりとした感じで、ね、貫禄が出てきたなって感じで、なるほどなるほど、落ち着いて見てられるっていう、はいはい、ね、頑張ってほしい、はい。コンドル斉藤が登場してまいりました。コンドルとそしてダンプ、何かコンドル斉藤がコミック誌に漫画の連載を始めたなんていうね、紹介記事を読んだこともありますが、宮君そうなんですか。ですけどですね、残念なんですが、はい、その本が何かもうすぐ廃刊になるということです。なんだ、あの4回ぐらい連載をして、はい、それはそれで終わるんだそうですが、その後もなんかまたね、始めるみたいな話もあるようですよ。なるほど、まあ、昔からの夢だったんで、非常に嬉しいというふうに言ってます。もう絵は本当にね、クロート話と言いますか ね、抜群にうまいものを持っております。本当に最高、まあ、プロレス以外にもね、そういったあの余韻を持つっていうのは悪いことではありません。さあ大森登場してまいりました。まあ、大森は決してね、反則攻撃強攻撃はやりません。堂々と力で今度の斉藤をねじ伏せております。そして今度は岩本久美子の登場であります。まあ岩本そしてコンドルはあまり相手にはなりません。問題は大森ゆかり、やはりダンプ松本に焦点を当てているようであります。ダンプも若い選手たちに大森を攻めさせながらチャンスと見たら当然登場。